さてどうしようか。ちょっと会話の記録もう一回見てみよう。あ、老人に安全なルートを聞くと、対岸側の敵を倒した意味がない。そっか、老人か。老人どこにいる？老人割と近くにいるな。ちょっと止血を。今サプレッサーを無駄に持ってるからつけてみるけど、これいいことあるかな。どう？大丈夫な人だ。仲間がさ、そんな近くにいるならさ、こっからすんごい全速力でストロークが走ってってんだから、捉えてくれてもいいの。あれ？え、一気に倒れたけど。ちょっと、だ。どうした。ちょっとここ汚染が強いな。え、ちゃんとしたもの着てるのに。みんないいもの着てるな。これ同じやつ。だこういうのを持っといて、分解しておけば、修理のパーツとして使えるっていうね。だから同一の武器やら装備を持っといて、まあ重たすぎてダメなんだけど、そういう時はこうして、これを分解？あ、違うな。こっちだな。こっちを分解して、こっちを修理できない。パーツが足りてないか。そっか、消耗してるものね。消耗してる装備を分解しても大したスペアパーツを得られないという。あ、今学んだ。 OK で、あれ、何がそんなに重量？これいいだけ強化したけど、どうしようかな。捨てよ結局ね、武器をね、永遠に拾い続けた方がね、効率いいことが分かった。ああ、いいスーツ。ああ、でも防弾性能がかなり弱いな。これ防弾性能めちゃくちゃ強いな。敵からね、いいだけこれまで弾受けてきたから、もう嫌なんだよ、さすがに。分解。まだ足りない。OK、PDA は拾った。ほう。空間アノーマリーはなんかめんどくさそうな。大丈夫かな。それでどっかに飛ばされるってオチじゃないかな。この先でしょ。 OK、 行ってみるか。ああ、すでにアノーマリーだもん。え、でもこんなところシャドウ・オブ・チェルノブイリにあったかな。こんなところはなかったかもしんない。大抵アスファルトの道があったから、こんなほぼジャングルだなんて。ちょっと汚染が怖いな、この辺は。汚染が怖いな。パッと突っ走れないのがね、ちょっとね。え、これどこが汚染強いんだ。こっちは大丈夫かな。ちょ、強い。ち
汚染がひどい時は酒を飲む。酒を飲んで放射能汚染を和らげるっていうのはネタ要素かと思ってたのに、これガチで弱まるからね。ちょっとスタミナが、あーまずいまずい、強い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 。ちょっとスタミナを、あー強い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 、スタミナを回復させて。あ、これ進むのも大変だな。疲れ切った。なんか探知できるマシンあったかな。ほとんどアーティファクトの探知機だしな。あ、これ、これでいいや。ただこれ、見えないんだよな、これ来てると。数値が。あの人らは仲間っぽい。はい、でラッキーだぜ。はい、いや何頼み、これはサブ要素か。あ、レアなアーティファクト、ちょっと欲しいからやっちゃおう。アーティファクト次第では無敵になれるからね。あ、そしてモンスターと手くわすなら、この4人のうちの誰かがひょっとしてくしくも倒れてしまうなら、あなたの装備を全ていただくことができるし。で、空間アノマリーこっちか。わ、こういうところを行く。骸骨落ちてるけど、さあ皆さんどんどん先行してくれ。おっと、一体か。どこにいる？おお、来た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 。あ、めっちゃ音静かになったこれ。まだいるぞ。どう？頑張れ頑張れ。お、消えた。え？おお、なんかあっちにワープしてる。あ、まだ来た。でも攻撃されるとワープしちゃう。そこは撃てない。ああ、よくも。何を持ってる。おお、ありがてえ。あー、そうでもないや。あ、違う、ごめんごめん。ひょっとしてこの武器のスコープは取れはしないんだ。ただまあこれなら、まあ、この辺は分解。あ、取れないか、まあ、取れないか。いらない。よし。パリン、ты о нас не забыл？そこか。なんかまだまだモンスターが。先に倒しておきたいな、ああいうのは。先に倒しておくのがいいよ、ああいうのはきっと。こいつ硬いんだよな。よしよし。
еще не все. О? Большое тебе человечество. А, これだけで OK なの。トガンの弾は今いいや。よし、これで、なんか相当いいアーティファクトがいただけるんでしょうね。グラビ?どれどれ?おお!積載量が増えるのは美味しい。放射線プラス3はしゃあないけど。まあ、それならこのすでに放射能を弱めるアーティファクトをつけてるから、これでトントンぐらいでしょ。あ、これはラッキーだ。総重量アップ。で、そうそう、あなたがもしもお金を持っているなら、いらないアーティファクトを売りさばきたい。テレパシーってよくわかんないから、いらない。あと、こんなに探知機もいらないから。ほい。よしよしよし。これもうね、死体から探知機をね、いただいて、探知機が割と高く売れるから、これでね、コツコツお金稼いでいこう。よかったら、あなたも、探知機を。あ、と思ったらあなたはそんなにお金持ってない。友好的な人の方がお金たくさんくれるから、たくさん売りたいんだけど。あ、この人お金たくさん持ってる。お金全額いただこう。よし、2万ルーブル。おいしい。ちょっとそこなかなか危険な場所だけど、そこ行って大丈夫。よし、こんなとこか。わあ、ちょっと危険だな。この辺か。ボルトを用意して、うん、この辺は大丈夫だ。これはなんだよな。こっちの方に。これわざわざボルト投げなくてもまあ見えてるけども安心できる。で、モンスターがいるな。わ、こいつか。あ、弱い。まだいる。まだいるみたいだけど、無視して、いや、無視はできなさそうだ。あれか。よし。ああ、これも弾なくなっちゃうな。9発、こっちは。少ない。お金は貯まったことだから、今度は弾にお金を割くか。で、あ、これが、空間アノーマリー?そっか、これで渡っちゃえと。お?お?あ、ワープした。ここに住んでるんですか?ちょっとこのフォレスターっていう人なのかちょっとよくわかんないけど、読み方が。とっ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 と。この辺弾薬売ってる人がいたら嬉しいな。売ってないか。ちょっと今の探知機高価だったから1個は持っとこうかな。誰か商売いないか。え、空間アノマリーってなんか便利そうだから、もっといろんなとこにワープできる機能を持っててくれてもいいんだけど。この建物ね。こんにちは。
Здорово, жив. Какая дорога привела тебя сюда? 誰だ？お、森林学者。はい。森で過ごしてきた。で、年も取った。引っ越しするのがめんどくさい。だ、発電所の事故あったけど、避難せずにここにいた。ゾーンが出ても生き残った。はいはい、すごいじいさんだ。で、そう、リマスクに行かないといけないんだけど。Лучше Лиманскую этому и дальше забытым оставаться. А тебе-то туда зачем? で、平凡に聞こえるかもしれないんだけど、生きるか死ぬかの問題があるんで、行かせてほしいんだけど。Ты не такой, как все. 普通じゃない。Зона метку на тебе оставила. А вот к добру ты или к худу, не скажу. Не знаю. А, 手伝ってくれる。Не знаю.Сейчас все уже не так, как прежде было. Зону трясет. Ты нужен зачем-то. Большой выброс. Сильно зону поменял. Были дороги разведанные и безопасные до последнего сантиметра. А теперь там аномалия на аномалии. Зато другие места открылись. Жаль, сигнал шибко слабый. Мало что разобрать выходит.Как я понял, сталкеры стали как запертые. Сходи на военные склады. Там на калмах сигнал должен быть покрепче. Как узнаешь, что дай мне знать. Прямой дороги тебе, парень. Сталкеры たちがループ空間に囚われていて、行こうにも行けない、戻されるっていう無限ループ状態なんだ。Какая дорога? Прямой дороги тебе, парень. ありがて、いろいろ言ってる。ちょっとお買い物タイムだ。случайным гостем забрел ко мне или как? Тама はそんなに売ってなかったな。まあだけど、まあぼちぼち。というか重量は増えてるから、行く先々でまたなんか状態のいい武器があったら拾っておこうかな。威力は十分あるから、あとは弾を節約して戦闘していく必要があるわ。こちらの人たちは。特に何も売ってないもんね。うん。お金はあるんだけども、弾がそんなになかった。で、前哨の司令官と話せ。あっちね。もうだいぶ北に来てんじゃないかな。うん、結構北に来てるんだよね、実は。左側にそれてってるけど。前哨の人たち。なんかこの人たちみんな柄悪いんだけど。特に何も持ってないな。矢印は向こうになってるからこのままミリタリーの野営地に行けばいいんかな。到着。ここね、フリーダムか。武器を下ろしとこう。こんにちは。レイヴン？ほうほうほう。防衛線はすでに陥落した？ああ、ゾンビとミュータント。消えた。まあ、死んだと言ってるけど、まあ、消えたんだな。オッケー。ああ、もうここが陥落しちゃってるんだ。あ、こっちかな。
ただそんなに弾を使いたくないっていうのが正直なとこなんだけど。行ってみるか。こんなところ行った覚えがないな、シャドウ・オブ・チェルノブイリで。ちょっと複数の敵の反応が出てるんで、じゃあ今回ここまでにしようかな。もうだいぶ北の方に来て、今度はフリーダムの人たちに会ったから、村にいるマーセナリーズに会え。そう、これもね、消えたってことは空間アノーマリーのせいなんだね。 OK、 この人たちの援護なりなんなりして、そう、無線信号を受信できるかの詳細を聞いてみると。はい、じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。